なあ、俺たちこのままでいいのか？昔はもっとやる気だったじゃねえか。矢田部でも筑波でもストリートでも最高速の数字出してやるって。それがどうだ。ブラックバードは北見、三人 R は山本、矢田部は太田が。一昔前の古い連中が幅を利かせてやがる。確かにな。うん。やるか！面白え！よし、まず手始めにその三人 R を狙ってみようじゃないか。なんだ、後ろから来たこの車。こんなの追い越したっけ？いや、追い越してない。じゃあ何か、追いついてきたのか、俺に。この車、一体何キロで走ってきたんだ？外しちゃったのかな。2週間か。忙しい仕事抜けて久しぶりに出てきたのに、はあ、噛み合わないな。早いね。結構なスピードで走ってたんだよ。まさか追いついてくる車がいるとは思わなかったよ。よければエンジン見せてくれない？いいですよ、どうぞ。ほう、L 型のツインターボ。そうか、L はターンフロー型か。結構なタービン入ってるみたいだね。追いつけなかったんですよ。え？レインボーブリッジから湾岸に合流してきたでしょ。パッと視界に入った時、あ、うまいな、あの車って。いや、なんか走り方も波長が合いそうな気がして、それで本気で踏んでいったんですよ。でも縮まらなかったですね、全然。こっちは全く気づかなかったよ。翼橋の手前から減速したでしょ。それでやっと追いついたんですよ。そうか、嬉しいよ。まるきり相手にならなかったわけじゃないんだ。アキオくん、アキオくん、レナ。よかった、やった、会えた。君、さっきの。え？じゃあ、もともとレナの RO って？あっさり見えなくなったけどね。レナの R は？私のは、あ、もういいわ、後でうんと踏んだくってやるから。ほんとついてない。まあなんとか帰れそうだけど。自走で？ダメだよそれ。あ、でもこのぐらい。絶対ダメだ。キャリアカー呼んで乗せるんだ。困るね、こんな時間に呼び出されちゃ。このある山本スピードの車だったのか。感激、社長自ら来てくれるなんて。自宅に直接電話かけてくるんだもんな。どうも。こりゃひどい、自走はダメだ。でも見た目はそんなには見えないけど。ホイールをヒットしてるだろ。こういう場合アーム類まで行っちゃってることがあるんだ。走ればちょっとブレるけど、まあ平気で行ける。けどそういう判断が致命的なダメージを車に与えてしまうんだ。よかった、言う通りにして。はじめまして、山本さん。自分は知ってるよ。フラットレーシングの黒木くんだろ。ええ。この R が君の？はい。早そうだな、雰囲気ある。いや、ついさっき彼女の R に置いていかれたばかりですよ。 Z にも煽られるし。相手が悪かったな。うちも昔みたいにやりだしてさ、チューニングはもう卒業と思ってたんだが。どうして再会したんですか？うん？なんでだろうな。ちょっとばらついてますよね、うん、見ましょうか。5分でリセッティングしますよ。知ってるよな、こいつ。高木さんから少しだけは。確かスープラのセッティングを。そうだ、別名ジェッティングの富永。
コンピューターセッティングの鬼だな。鬼は北見さんでしょ。前から一度聞いてみたかったんだけど、君はどうしてポルシェばかり乗り継いでるのかな。もっといい車は他にもあるだろう。いい車、例えば GTR とかですか。そう、いいね。 R は湾岸を含む首都高エリアであれ以上のマシンはないな。とにかくポルシェはリアヘビーすぎる。高速で前がリフトして接地感が消えるし。それが、そういうことが大事なことなんですか。ん？機械である車と人間である自分がきちんと噛み合うこと、本当に命を乗せて走らせて本当に最後まで踏み切れること、そしてもし最悪の結果になった時、その車でなら仕方ないと思えること、大事なのはそういうことなのでは。その通り、間違っちゃいないな。だがそれでも機械としてのポテンシャルは高い方がいい。北見さん、俺にやらせてくれないかな。うん。 R に比べて不利なこのポルシェと、これよりさらに不利なもう一台、あの Z のセッティングを。よう、タカ、約束のもの持ってきたぞ。わざわざありがとうございます。本当に一人で工場やってんだな。気楽ですよ、この方が。お前もう R しかやんないんだって。まあ一人だし、できればつまんない車にはもう触りたくないんですよね。そんなこと言ってっと本当に工場潰れっぞ。ほらよ。どうも。なんで L 型なんか興味あるんだよ、 R しかやらねえやつが。個人的にちょっと金になんかなんねえぞ。実は L 型を積んだものすごく速い Z に会ったんです。 Z に？まるでビンタでも食らったような気がしたんですよ。あ？イヤさん、どう思います？最近の R200 クラブ、昔の俺たちはもっと高みを見ていたと思うんですよ。矢田部のコースで200マイル、320キロを出したチューナーの集まり、R200 クラブの名を誇りにして。それが最近は金の話ばかりだ。いくら儲かったとか。確かにな。でも現実ってもんがあるからな。所詮チューナーなんて走り屋の慣れの果てですかね。散々金と時間を使って、気がつけばもう後戻りできなくて、今度はそれを回収する側に回ってる。あんまり難しく考えるなよ。好きなことしてそれが金になる、それだけでいいじゃねえか。そのスクラップを俺にくれた人、今何やってるか知ってるか。居酒屋だよ。お前に似てるよ。どっか真面目で妥協を認めないものの考え方がな。チューナーが廃業する一番の理由、それはな、自滅なんだよ。自分で客を遠ざけちまう、今のお前みたいな。俺は元木たちについていく。いつまでもこの世界で生きていたいからな。自滅するのは簡単なんだぜ、タカ。一言だけ言っとくよ、俺たちも金勘定だけしてるわけじゃない。狙いはブラックバードと今噂の白い 3ER だ。古いチューナーたちに目に物見せてやるつもりだ。もしかしたらその Z もだ。山本さんだ。若いな、まだ20代だ。過激で売る山本はいつもブルー当然で矢田部に来る。 L で1万回したのは山本が最初だ。へえ、太田さんもやってたんだ L を。いるいる、今の有名どころがゴロゴロと。あ、北見純。雑誌のイベントや矢田部トライには一切出ないが、やはり L なら北見純が一番だろう。早くから L28 回 3.0 ツインターボにトライし、蒸気を逸したセッティングでブローを繰り返した。そしてついに、あの悪魔の Z を組み上げる。あ、悪魔の Z。 あれが。
速6000でブーストブレー。 OK。 どうせなら本人が乗った方が良かったな。いえいえ、やはり製作者の北見さんで。しかしよくできた車ですね。フラット6エンジンも随分セッティング出したけど、こういうレベルは初めてだな。お前ならこの程度は今でも組めるだろう。冗談じゃない。無理無理。今やただのコンピューター屋ですよ、俺は。しかしわかんねえよな。お前みたいなしたたかな奴がどうしてあいつの虜になるよ。え？青くせえ山本はともかく、あの高木や太田、他の連中まで、いつの間にかすっかりその気にさせられちまって。まったく、なんででしょうか。ねえ、北見さん。あの、ああ、すいません、お客さん。もう看板ですわ。小山さんですよね。ヤスさんに聞いてきたんですけど。ヤスに？はい。L 型エンジンのスクラップをお借りして。ん？ああ、昔そんなのも作ったな。あんたのかい？あ、はい。ちょっと見せてもらっていいかな。車の話をするならそれからだ。大変だったろう、このレベルまで持ってくるの。そうですね、トータルで6年かかりました。6年か、いい腕だ。大体分かったよ、あんたって人が。お聞きしたいことがあるんです。なんだね。この間翼橋の上を300キロ出していたんです。出るだろうな、この車なら。それに追いついてきた S30Z がいたんです。 Z？ それが悪魔の Z なんでしょうか。おお、なるほど、いい車だ。 GTR が噂通りだな。車のために朝から晩までずっとバイトバイト。肝心の R に乗る時間もなくなって、ニッチもサッチも行かなくなった時、富永さんという人に会ったんです。もういいわ、あとは読める。知ってるんですか、富永さん。キャブターボの時随分世話になったよ。今でも早いショップのデモ車は大概富永さんがやってるんだろう。ええ。どうした？ Z です。ん？あれが翼橋で追いついてきた Z です。あんな若いやつが Z？ おーい。あ、探してたんですよ。もしかしてここにいるかなと思って。嬉しいね。こちら小山さん、 L 型エンジンには相当詳しい人だよ。へえ。おいおい、昔の話だよ。朝倉明夫です、よろしく。おう、若いな、大学生。いえ、ちょっと高校卒業できなくて。車やってるやつはみんな似たようなもんだ。じゃあ自己紹介も済んだし、ちょっとつるんで走ろうよ。いいですね、本気モードで行きます。よし、勝負だ。あ、冗談です、冗談。普通で行きましょう。オッケー、普通で行こう。どうです、小山さん、あの悪魔の Z でしょう。多分走っていたことは知ってても、見たことはない幻の車だったからな。先行させますね。なんて車だ。北見は何か特別なことをしたわけではない。なのにあの Z はまるで自ら意志を持つように走るという。周囲を焦るこの存在感、周りの空気が震えてやがる。酷だぜこりゃ。現役時代は会いたくても全然会えなかったのに。レイナちゃんはまだ GTR？ ええ、いい車ですよ。私浮気はしません。たまにはもっとおしゃれなのにしたら？え？じゃあ木島さんのおすすめは？ダッジチャレンジャー69年モデルとか。誰も知りませんよ。
ではまた次回。グッバイ。ドライブ。ゴーゴー。オッケー。お疲れ様でした。ああ、ありがとう。お疲れ様でした。ところで、レイナちゃん、変な噂を耳にしたんだけど。え？矢田部320キロのチューナーたちが集まった R200 クラブって知ってる？ R200？ その連中がレイナちゃんの GTR を狙ってるって。え？レイナちゃんだけじゃない。首都高で速い車、ブラックバードやあの Z もターゲットになっているらしいんだ。とにかく気をつけた方がいい。ん？よう、できてるよ。フェンダーのへこみだけにしては時間かかったわね。実は今回は足の設定をちょっと変えたんだ。変えた？少しアンダーが出る分、その代わりに超高速では安定感断地だから。社長。まあいろいろと変な噂がね。別に気にしてないけど、 34R 買ったの？ああ、デモ車だよ。昔の名前に戻したし、もう一度いじくってみようと思ってね。へえ、社長もその気になったんだ。富永さんが Z のセッティングを？ああ、やりたくてしょうがないらしいのよ。迷惑か、秋夫。とんでもない。富永さんにやってもらえるんなら最高です。びっくりするほど変わるぜ。嫌な奴だが、セッティングだけはこいつにかなう奴はいねえ。嫌な奴はお互い様でしょ、北見さん。いっそ古臭いキャブは捨てて、インジェクション化したらどうだ。いいですね。6連スロットルで、サージタンクも効率よく作り直して。すごいパワー出ますよ。Z のセッティングは、ぜひお願いします。でも、できればこのままキャブターボで。そしてパワーもこのままで。パワーもか？はい。不用心だな、工場開けっぱなしで。32、33、34、 R も実は行くとこまで行ったせいもあって、最近はテンション下がりっぱなしだったんですよ。04や矢田部トライもさっぱり燃えなくて、このまましぼんじゃうかなって。ところがいきなりまた光が見えてきた感じで、ショックでした。全然知りませんでした。あんな車が本当にいるんですね。それは L28 回ツインターボ。悪魔と呼ばれるあの Z を落とせるのは、やはり GTR だけでしょう。わかった。だが白い 32R には突っかからないでくれ。白の 32? ああ。じゃあ、俺はそれだけ言いに来たんだ。第二外科の島先生。1階ロビーにお客様がいらしています。よう、仕上がりましたか？バッチリよ。一晩で OK というわけにはいかなかったが、まあついつい入り込んでしまう気持ちはわかるだろう。しかし医者ってのは本当に儲かるんだな。お前の年でこういうの余裕で乗れちゃってさ。同僚とかもすごいの乗ってんだろう？そうでもないですよ。お前だけが特別なのか？なんで？簡単ですよ。全部積み込んでいるから。全部？スタンドで働いている若い子とかで、生活はカツカツなのに車の改造費にすごく金をかけている子がいるでしょう。同じですよ。収入をみんな積み込んでるだけ。なるほど。どうしてお前が北見さんに好かれてるのかなんとなく分かったよ。本当ならお前みたいな人種は嫌いなのよ、あの人は。好かれているんですか？まあかなりな。わかんねえよな。キャブで育った古い人間ならいざ知らず。なぜ今のお前がそこまでこだわる？こだわってるわけじゃないんです。ただセッティングさえ決まれば今のままでも十分いけると思うんですよ。いえ、もっと足もついてくればかなりのレベルにいけると思います。でもきっとキャブレター一つ変えただけでこの Z じゃなくなる気がして。今の Z のまま変えたくないわけだ。できるだけ同じように速くても、奴とじゃ全然違うんだな。奴は、ブラックバードは機械を機械としてしか絶対見ない。それが奴の凄さだ。お前は優しすぎるよ。良くも悪くも、
機械に対して感情が入りすぎている。それがお前の速さでも弱さでもあるんだ。調子良さそうですね。フラットレーシングの黒木です。 R200 クラブの。ええ、まだ今のところは。これから東京ですか？よければ走ります。いいですね。ちょうど誰かと走りたかったんですよ。コースは？横羽上りで、湾岸には昭和島ジャンクションから合流。承知しました。偶然ですが、横羽といえばご存知でしょう。あの Z の彼が得意なコースだ。他のステージはともかく、横羽なら彼についていけないかもしれないですね。僕も。横羽は嫌いじゃない。荒れた路面、狭い車線、思ったよりも乗るスピード、車も腕もごまかしが効かない。うまい。それにうまいだけじゃない。なんてスピードだ。追いつけない。あの Z といい、このブラックバードといい、こんな連中がいたのか。全て一からやり直しだ。いいだろう、やってやる。負けたままじゃこの世界は降りられないからな。